今回は梅の花を折ります。用意するもの4分の1の大きさの折り紙、マジックの白もしくはクレヨンを用意してみてください。はじめに表を見て三角に折ります。半分に折り、中心線を出します。この中心の線に右と左を揃えます。こちらに指を入れて広げます。その時に裏に返し、この線と下の線が一直線になるように広げてください。反対側も同じように指を入れ広げます。裏からを見て、この線とこの線が一直線になるように折ります。このてっぺんを 7-8 ミリ折り返します。両方の角を 5-6 ミリ折ります。こちらも同じようにあります。表に返してマジックもしくはクレヨンでお花をしべを描いてください。マジックだとちょっと白が見づらいかもしれませんね。梅の花の出来上がりです。同じように緑色で折ると、このように松のような松の葉ができます。試してみてください。支え合い会議なりますは、なります地域にいつまでも暮らし続けていくために、なります地域ならではの支え合いの仕組みを推進しようと、なります地域で活動しているグループや福祉団体、その他多様な関係機関の有志がメンバーとして集まった会議体です。なります地域の仕組み作りの一環として始まったのが手工芸サポーターの会です。年に何回か集まり、折り紙でなります図書館の掲示板を彩り続けています。活動内容はホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。